ガキだもんやめて。ガキだもんあいつは。怒ってる。やだ。え、あと誰喋ってない。え、誰の奥行った？公園みたいな前。行ってないかも。あそこ行ってない。誰かいないかな。あそこ目パッチリでもこっちにいるから。あ、閉まってるわ。閉まっちゃってる。え、ん、ここは、あ、ピカ、あれじゃない。え、なに。あ、違う、同じだった。あ、同じこと言われた。コインチャンスない。ないね。一回来たよね、なんか。あー、でもじゃあここは無理なんだわ。今進めないらしい。え、どこ。橋前らへん。あー、最初の。うんうん。こいつは喋ったでしょ。喋ったよ、おじ。マグロで喋ったよね。え、なんか、なんか、食堂食堂食堂さっきので。あ、こいつは。え、食堂から来たんだっけ。あれ、おばちゃんいない。来てる。いや、いない、おばちゃん。おばちゃん。え、喋ったよね。喋った気がする、マグロ。いや、喋ったわ。屋敷戻っ…え、帰るか、右に。これ喋ったし。喋ったでしょ。変な…よう、ようは喋ったでしょ。あ、こいつ。あ、こいつだ。おお、出てきた。ん、はい、来た。わぁ、嫌な感じ。あー、もう、あー、もう、あー。もわもわ。やめてもう数字、もう見たくないもう。スルスル頭痛くなってきた。ちょっと無理もう。ちょっと無理。無理だよね。無理。いたずらが好き。はいはい。計算のようなが、ある条件の時は、うるずつって、8から6を引いて2。8に6を足しても2。では7に6を足したら何になりますか？はい。何言ってんの？本当だよ、何言ってんだよ。8たす6は2じゃないよ。もう、じゃあ何なんだよ、お前は。8から6引いたもんね。何？ 8 より6足して2を、8から6に渡して2。え、わからんのだが。でもこれ、算数じゃなさそうだよね。なんか変だもん。ひらめき系な気がする。8から6を渡しても2。8から6を渡しても2。ん？何言ってんの？何言ってんの？8から引いても2。あ、そうそう。8、9、10、11、12、8、9、10、11、12、わかんない。あ、7、9、10、11、12、1、1よ、1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 、
どういうこと？だって8時に6足したの2時だから、7に6足したら1時ってことじゃない？8時、9、10、11、12、1、2時じゃん。8？ ん？ 8？ 9、10、11、12、13。あれ ?1 時じゃん。14。あ、14で2時ってことね。2時だよね。2時、2時。9、10、11、12、1、2。なんだ、ね、8、9、10、11、12、13。あ、13時。あ、ほんとだ。え、13、1時だよ、1時。ほんとだ。え、TM さんマジだ。頭の回転どうなってんの？頭いいんです。時計の回り。頭いいんだ。はい、いいんです。なんか時計のマーク送ってきたらもう。これはすぐ分かったかもね。私の回答はこれだ。みんな頭いいよね。解けたよ。あーもうね。はい、本当だ時計だ。ほら時計じゃん。なんでわかる？こいつ時計大好きなんだから。いやそろそろねこいつらが出す問題わかる。わかる？解き方が似てるじゃん、レイと。まあ確かに言ってしまえば、まあ割と似てるとこある。で、急な簡単なやつね。うわ、言うてる。じゃあいいよ。え、もう喋れる人いなくね？え、いのう、帰ってみるか？気が済むんじゃない？一回帰ったら。確かに。そんなことないかな？誰かしゃ、でもなんもなさそう。喋ってよ、お姉さん。
あ、怒ってます。はい、警察も、警察は、あー、誰か、あれ、お前、え、お前、え、なんで、お前結婚しろさっき早く結婚しろやったじゃん。何回やるのよ、お前。ちょっと高い、嫌な感じ。うわー、あ、出た、さっきのやん。切り離したら裏返しちゃいけません。うわー、なになに、同じ形の4枚だって。な、何言ってんの。同じ形の4枚で裏返しちゃいけないんだって。点数にちょっとうまいけど、同じ形の4枚、同じ形の4枚え、裏返しちゃダメなの、だるくね。裏返さないならすぐ切れるけどさ。同じ形の4枚になるのらしいっす。線を引いたら、そう、なんだそうなんだ、そうなんだ。わらわら、1、2、3、4、5、1、2、4、5、6、1、2、4、5、もうダメだ、もう集中力のかけらもねえもん。1、2、3、4、5、6、1、2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 、4、5
ルンルンツナルンルン。覚えちゃうよね、この BGM。うん、ずっと流れてるから。そう、4枚にするの。そうよ、4枚にするの。察してしまったかもしれない。はぁ、あ、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 やめて猫見えます。はぁ、あ、見た1,2,3,4,5,6 か1,2,3,4 枚だから 6で6個になりそうなとこは1,2,3,4 ここ6になるじゃん。6ってことはあ、いけるやん。いけるいける。来たわ。いけるいける。なんかさっきのと似てるかも。似てる似てる。裏返さないきゃいいんだもんね、だって。うん。てか4枚だから多分反対も。裏返してないよね。裏返してないよね。で、多分右端も左端もそれと一緒の形になってるから、6個前だから。そうだよね。うん、全部その辺のニョキみたいな形に、ね、なるはず。え、アリ、大丈夫？え、大丈夫、ララバ。え、間違ってたらやだ。やばい、助けて。消せない。ふざけんなし、マジで。ごめん。いいよ。いいよ。いいよ。パチパチパチ。すべての謎は必ず解ける。はい。はい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 。謎は解けるから謎なのさ。しゃしゃしゃ。はい。いいよ。いいね。はい、結婚、結婚、頑張って、結婚しろ。いけ、いけ。あ、なんか来た。行ってこい。え、これはレイトンじゃね？レイトンでしょ。なんかルークっぽくないよね。この変な。お前にはわからん。わからんか。ふむ。たまにはこういう、え、なんかでも場所変だよ。え？木の裏？ルークは？え？いや、分かってないぞ、これ。え？何や、こういうのもいいね。置く場所やばいけど、気に入ってなさそう。でも、どっちも気に入ってない。こっちはもう、何も分かってない。いるの？いや、レイトン。いや、レイトンの方がいいな。一旦ね。一旦レイトンにしよう。
一旦ちょっとダメそうだったわ。一旦え、マジでさ、もう聞ける人いないんだけど、うん、誰？あと他にまだ聞けてない人いるっぽいな。え、いな、全員目立くね。え、でもまだ街で聞き込みをしようって書いてある。あ、中じゃない？なんかその、なんか、あー今の？え、なんかちょっと、うん、え、いないんだ。そう、ここいない。あれは、塔の上、塔の奥側？北側？奥側？これか。じゃなくね？うん、うん。うわ、だるい、その靴を押さないと。そこら辺じゃない？うわ、ほら、いた。あー。出た、出た。あんたってやるわ。え、チョコ？大気が。大気が。ガールフレンドがチョコレートをくれたのだが、食べかけのように欠けている。彼女はにっこり笑って、私からのメッセージをという。さて、このチョコレートにはどうだメッセージがあるというのだろうか。ひらがな4文字。チョコ、好きとかじゃないの？大チュキ。あ、大チュキじゃない？大チュキ。ダメだ、こう5文字です。え、大好きです。大好き。大どうせね。でも、チョコ在機化って書いてるけど。こいつはちょっと文字が下手くそのようだ。在機化。こいつないよ。え、でも大好きっぽくね。いだけ欠けてないよな、なんか。え、なんかね。え、キモだよ。大好き。え、大好きってどうせ大好き。どうせ大好き。適当ね。だってチョコだよ。チョコにさ、4文字って書くってもう大好きしかないやん。赤さ。何書くん？赤さ。何書くん？こんなの。大好き。かたか。書けてる。赤さ。タイス。これ絶対ここのさ、欠けてる部分がさ、うん、の文字だよみたいな感じじゃない？あの五十音順にして、あー、かの下は木だしみたいな。かの下は木？かき空気、こうかきじゃん。ここに欠けてるから、かの下に木があるから木みたいな。の一個上って、ああえ、だわ、だから大好きで合ってるんじゃない。あ、確かに赤さただから一個左ってことか。多分そうだと思うんだよね。え、ガチ大好きやん。え、多分そうだと思うんだけど。大好き、大好き、たくじさん、パチパチにっこり、大好きだよ。ちょっとお帰り行ってきます。ペイペイ。うん、お酒飲んで早いんだよ。それだ。え、わかる。極限に我慢しちゃうんだけど。これ、絶対みんなあるあるだからね。行くのめんどくせえって思っちゃう。行くぞ。よし、行くぞ、これを。間違ってたらどうしよう、マジで。え、間違ってないよね、大丈夫だよね。全ての謎は必ず解ける。セーフ。謎は解けるから謎なのさ。セーフです。ああ、やっぱりね。そういうことだと思ったんですわよ。そのように50音にひらがなを並べたときに書けた方向の文字を読めばいい。返事も考えてみよう。返事？返事だって無理だよ。なんだ、そうやって解けばよかったのね。私が答えを教えてもらったこと、アドネちゃん、アドネちゃん、合ってた？合ってたよ。え、合ってるの？合ってるよ。あ、お前もか、また。お前、猫、猫、あ、また猫がネズミをいじめてるようにしか見えないんだ。って動物のことなら僕に任せてください。行きよう。あ、ルークから謎仕掛けてきた。